先生さん発見おーおい助けてくださーいあれれそっちじゃないですこっちですよーもしかして冬目さんのこと見えないですかお願いしますなんとか探してください冬目さんはここですよーありがとうございます見つけてもらえてよかった この状態の冬目さんを見つけられるなんて、やっぱし先生さんはすごいなぁ。実はですね、冬目さんお腹が減ると、生体エネルギーが減退し、存在感がいつもよりさらに希薄になってしまうのです。お昼休みのン争奪戦に負けて、極度の空腹状態にあるせいで、今日は特に存在感が危険領域まで低下してて、このまま倒れたら、 誰にも発見されず大変なことになっちゃうのでしょうかそれは嫌だなおゆめさんお気に入りの杏仁豆腐パン一体誰が買ってったのやらあっ杏仁豆腐パンというのはですねパンの中に杏仁豆腐が入っているという前衛的なパンのことなのですよあまりにも前衛的なので大抵は売れ残ってるんですけど今日はなぜだか売り切れておりまして それで冬目さんお昼抜きなのですってあれ先生さんが手に持ってるのってもしかして杏仁豆腐パンではそっか杏仁豆腐パンを買った人は先生さんだったんですねまさかあのパンを買う人が他にいるとはえっ先生さん一緒にお昼してくださるんですかしかも杏仁豆腐パンをおすそ分け 回復させられますそれにお昼をご一緒できるなんて嬉しいなハビーんそっちじゃないです冬目さんはこっちですってばやっぱりこの状態の冬目さんは先生さんでも見つけられないのかニャう悲しい実はですね冬目さんお腹が減ると。 生体エネルギーが減退し存在感がいつもよりさらに希薄になってしまうのですお昼休みのパン争奪戦に負けて極度の空腹状態にあるせいで今日は特に存在感が危険領域まで低下しててこのまま倒れたら誰にも発見されず大変なことになっちゃうのでしょうかそれは嫌だなお目さんお気に入りの杏仁豆腐パン あ、杏仁豆腐パンというのはですねパンの中に杏仁豆腐が入っているという前衛的なパンのことなのですよあまりにも前衛的なので大抵は売れ残ってるんですけど今日はなぜだか売り切れておりましてそれで冬目さんお昼抜きなのですってあれ先生さんが手に持ってるのってもしかして杏仁豆腐 そっか杏仁豆腐パンを買った人は先生さんだったんですねまさかあのパンを買う人が他にいるとはえっ先生さん一緒にお昼してくださるんですかしかも杏仁豆腐パンをお裾分けうー…ありがとうございます先生さんこれでなんとか存在感を回復させられますそれに お昼をご一緒できるなんて嬉しいなふにゃ眠い上まぶたと下まぶたがくっつきそうだぜ放課後の補習授業つらーいでも 先生さんの期待に応えるためにも、ここで寝るわけにはいかない。眠るわけには、眠る。 テストで赤点を取っちまった冬目さんがいけないんだぜちょいとばかり敵と戦ってたくらいで赤点取ったらダメですよねでもですね冬目さん数学はあまり得意ではないのですよどうも数字に疎くてですねまあ暗記系スキルが必要な理科と社会も苦手でさりとて高度な言語スキルを要求される国語と英語もあまり得意とは言い難く しまった冬目さんの長所が思い描けないこんな低たらくでは時間を割いて補修してくださっている先生さんに申し訳が立たないぜん待ってよよく考えたら放課後誰もいない教室先生さんと2人きり特別補修授業なな何ですかこの胸時シチュエーション突発的な事故が起こる でも先生さんとなら冬目さんはあわ、何を言ってるんだろう冬目さんはそんなこともし先生さんに聞かれたらってバッチリ聞かれてるーふうなんだか目は冴えてきましたけど今度は勉強に身が入らなくなりました冬目さんは一体どうすれば 先生さん先生さんちょっとこっち向いてください肩こり解消疲労回復キュンキュンキュンいくぞーラブラブビーム発射おおえーっとですね解説しますと今肩こり解消ビームを打ちました効果ありましたか